こんにちは。HCL ソフトウェアサポートの田中です。この動画では、バース2.1で追加された新しい拡張ポイントである、Modify On Send を使ったサンプルのデモを行います。Modify On Send を使うと、メッセージの送信時に、懸命に Secret といった定型の言葉を追加したり、本文の最後に Disclaimer ーーを追加するといった操作が可能になります。 それでは公開されているサンプルを使って動きを確かめてみましょう。まず、公開文書からサンプルコードをダウンロードします。ダウンロードしたコードを展開すると3つのファイルが作成されます。 applications.json がアプリケーションの定義。index.html が applications.json から呼ばれる html ファイル。html ファイルからロードされるアプリケーションの実体が JavaScript のファイルになります。applications.json をテキストエディタで開きます。 中を確認してみると、タイプ属性に今回の拡張ポイントである ModifyOnSend が指定されています URL 属性にブラウザの拡張機能で使用する場合のパスが指定されているので実環境の絶対パスに書き換えて保存します今回は Domino の HTML のルートに vop ext というディレクトリを作成して、そこに3つのファイルをコピーします。 次に拡張機能を有効にする脳入りパラメータを設定します。 設定したら HTTP タスクを再起動します。これでサーバー側の準備ができました。ブラウザからバースにログインして動作を確認してみましょう。 新規にメールを作成し、任意のユーザーにメールを送信します。送信すると、Modify On Send を使って拡張したアプリによって、このような画面が表示されます。Secret プライベートといった選択肢があります。ここではシークレットを選択してみます。メールが送信されたので送信されたメールを見てみましょう。このように件名に先ほど選択したシークレットという 言葉が追加されています。本文にも一行追加されています。このように、件名や本文に定型の言葉や文章を追加することができます。